皆さんこんにちは、ギタリストの副島俊樹です。本日なんですけど、今すぐ使えるドリアンフレーズ、ご紹介していきたいと思います。この動画なんですけど、ドリアンって言葉は知ってるけど、なかなかその響きがわからないとか、何をやればいいのかわかんないとか、とにかく手も足も出ない方ですね。そしてですね、そのダイアトニックコードやコードトーンっていうのをまだ理解してない方で、ペンタしかまだ弾けないという方、そういった方のためにですね、ドリアンの響きをちょっとだけかじってしまおうというような趣旨で説明していきたいと思います。ですので、詳細なこうモードを使ったとかね、コールトーンを駆使したっていう、そういったフレーズとはちょっと違います。とにかく1音だけ特徴音というね、音を弾いて、とにかくドリアンの響きをなんとかまずは感じてみようというような動画になります。でね、ドリアンなんですけど、もうどういう響きのコードなのかっていうね、まずこれだけを、押さえてほしいなと思います。ドリアンはですね、もうマイナー一発の時に使います。今日めっちゃ端折ってるんで、ちょっとね、ツッコミどころあると思うんですけど、ドリアンはとにかくマイナー一発で使います。なので、例えば D マイナー一発だったら D のマイナーの、まあ D のマイナースケールじゃなくて D のドリアンを使おうということになると。で、これ D マイナーセブンスの響きがあって、ドリアンだとね、こういうようなちょっと複雑な感じ、こういった響きになります。おしゃれで、なんだかこうね、複雑性のある響き、これがまあドリアンなんですね。で、もうまずはペンタトニックにプラスアルファで弾けます。で、そのプラスアルファする音っていうのが、このペンタの、この音なんですね。で、これね、ナチュラルのサーティース。6度のね、オクターブ上に。ペンタにこの音をまずは入れるってところから始めていきましょう。で、どういう風に入れるかっていうと、本日のフレーズです。こんな感じ。で、これだけ聞いてもね、ピッとこないと思います。そのマイナーセブンスにこの響きを使えるようにしていきましょう。まずはこのペンタにこの音ですね、これを入れていくというような形、ここから始めてみてください。で、このなんとなくなこう雰囲気っていうのをまずはね、体感してみることが大事だと思いますので、ぜひ皆さんここでドリアンの第一歩ということで、マイナー一発の時にペンタに対してこの音を入れるってフレーズを、ぜひ弾いてみてください。本日のレッスン以上になります。このね、ドリアンだったりミクソリディアンだったりとか、まあ、リディアンとか、このモードなスケールですね、興味ある方たくさんいると思うんですね。で、順番的にはですね、そのドリアンをやってミクソリディアンをやって、でリディアンっていう順番に習得していくと、まあ、結構とっつきやすいかなと思います。
きなり全部やっちゃうと、まあ、大体挫折しますね。なので、まあ、辛抱強くですね、一つ一つやってみてください。でしかもそのドリアンというのもいきなり7音のスケールで練習するんじゃなくて、ペンタにサーティースという特徴的な音をプラス1音するという形で、ペンタプラスアルファでまず響きを体得していく、これが大事になってきます。それでは皆さん、引き続き、練習ですね、頑張ってみてください。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。